地下牢に引き返して、おとなしくミユが解放してくれるのを待ってみるっていうのは。せっかく牢から出してもらったのに。またあそこに戻るの、僕ちょっと嫌だな。でもミユだって本気で僕らをどうこうするつもりなんてないと思うんだ。だから気が済めばちゃんと話し合いに来てくれるんじゃ。甘いな。あいつの気が済むのなんて待ってたら何日かかるか分かりゃしねえよ。そうなのか。あいつはかなり頑固なんだよ。それに昔っからあいつは自分の楽しいことに夢中になると他のことは頭から抜けちまったりするからな。おいおい、ミユを待ち続けてミイラになるのなんてごめんだぜ。ありえん話ではないかもしれんの。ここはおとなしくついてきたらどうじゃ。そうします。さてそれじゃあ改めて外まで案内しようかな。お願いします。でもそれだけじゃなくて、あなたのことを聞かせてもらえますか。そうね、人となりを知った方が安心できるし。そうじゃの、少し歩きながらわしの話をするかの。じゃあまずは名前を教えてよ。わしはジジモンじゃ。改めて聞くけど、ジジモンはどうして僕たちを牢から出してくれたんだ。お前もミユの配下ってやつなんじゃねえのか。わしはもともとこの辺りを取りまとめる長のような役割をしとっての。偉い人ってこと。いやいや、小さく弱き者たちが幸せに暮らせるように見守っておっただけじゃよ。でもそれならどうしてミユちゃんが女王様なんかに。遊園地にいた子たちみんなミユのことを怖い女王だって言ってたけど。わしのもとにおった者たちはみな純粋で素直すぎるからの。コロッと手玉に取られてしもうた。あなんとなくわかるわ。あのおてんば姫の相棒はなかなかに頭が切れるようでの、岩石の塊にされたふりをして、そこからよみがえったふりなどをうまく演じて、皆はすっかり魔法使いだと信じ込んでおる。ちょっと待って、それってシャコモンが貝殻を開けたり閉じたりしただけじゃないの。生き物を石にするってそういうことかよ。化け物の仕業ですらなかったのか。そこまで単純なのか、ここにいたモンスターたちは。
ジジモンは止めなかったの？もともとはあなたが面倒を見てた子たちなんでしょ？なんだかんだとみんなが楽しそうにしておったからええじゃろうと思っての。これを機会にわしも隠居したんじゃ。おいおい、それがこんな事態になっちまってんだぜ。勘弁してほしいもんだよなあ、カイト。いや、そこはむしろこっちが謝らなきゃなんね。妹がとんだ迷惑をかけちまったみたいですまなかった。そう言われてしまうとわしも何とも言えん気分になるの。気にする必要はねえよ。いやいや、実を言うとわしも少し楽しかったものでの。楽しいって？何しろおてんば姫は掃除も整理整頓も何もできやせん。その分わしが身の回りの世話を焼いておったんじゃよ。じゃからの。って、それ完全に世話焼きおじいちゃんじゃん。悪いが、あいつは俺の妹だ。だから俺が何としてでもここから連れ戻す。そうじゃの、分かっておる。そこはお前さんらに任せるから何とかするんじゃの。ここはわしも一肌脱ごうとかいうところじゃないの。だからこうして外まで案内してやっておるじゃろう。まあそこはありがたいけどな。そうこう話しておるうちに次の抜け道が見えてきたの。地上まではまだまだ遠いのか。それほどでもないが、はぐれんようについてくるんじゃぞ。この道を抜ければ無事に地上へ着くでの。もう少しの辛抱じゃぞ。葵、大丈夫？葵くん、どうしたんだ？なんでもないです。ちょっとつまずいただけなので、気をつけます。ちょっと歩きづらいもんね。お姉ちゃんも足元気をつけてね。うん。この辺りはどうにも崩れやすくなっておるからの。老朽化は止められんじゃろうての。こんだけボロっちん遊園地だもんな。確かにあの校舎にも驚いたけど、この遊園地もボロボロでかなり古いよな。ここは一体いつから建ってるんだろう。そうじゃの、わしらがここに住むようになって何十年か。何十年？たくま、それって長いのか？めちゃくちゃ長いよ。いや、我々の世界と人間の世界では時の物差しが違うのかもしれぬが、わしの記憶ではこの地にこの遊園地ができてから間違いなく何十年も経っておる。妙じゃないか。そんな大昔に誰がどうやって遊園地なんて作ったんだよ。
お前たちの世界ではどうやって作ってんだ？そりゃ大人が重機とか使って大々的な工事っつうもんは。つまり一朝一夕にはできないということか。そうだよ、遊園地なんて作ろうと思ったら何年もかかるはずだ。そもそも誰かが作ったと考えること自体間違ってるのかもよ。どういう意味だ？この世界では私たちが信じられないようなことばかり起こるでしょ。極端な話、不思議な力である日突然ポンと遊園地ができたんだとしてもおかしくないんじゃない？もしかしてあの校舎もそうなのか？誰かが作ったとかじゃなくて不思議な力でできたみたいな。なくはねえ話だな。ジジモンさんはここができる前からこの地にいたんですよね。いかにもじゃな。一体この遊園地はどんなタイミングでどんな成り立ちでできたんです？その話をするにはそもそものこの世の成り立ちからじゃな。この世ってまたスケール大きい話だな。我らの住むこの世界はかつて強い力を持った何者かに作り出されたという伝承があってな。言うなれば神のような存在じゃ。いや、我らにとってはまさに神じゃろう。世界を作っちゃうような存在ならそりゃ校舎だって遊園地だって作れるよな。じゃあロープウェイがなぜか動いていたのも。ボロボロの校舎なのになぜか食べ物と医療キットが腐ってなかったのも。神様の仕業なの？今までの全てって。神様じゃなかったら何の仕業だと思ってたんだよ。何のってわけじゃないけど、さすがに相手が神様だとは思ってなかったかも。物事はそう単純でもなくての、その神に等しき存在とて今は昔、すでにその存在は消え失せ、この世界を管理する者はあるべき形に整えようとしておるのじゃろう。ごめん、意味わかんない。え、そうなの？てっきりさっきはわかってるのかと。結局何がどうなってるのか全然わかんないもん。ごめんなさい、僕もわかんなかった。いや、全員理解不能だって。こればかりはわしもこれ以上説明できんでの。この世界のことが少しわかったような、ますますわからなくなったような。アグモンなんてすげえうんうんうなってるじゃん。本当だ、うなってる。よっぽど話が難しかったんだろうな。おかしいな。でだろう。アグモン、何がおかしいんだ？もしかして今のジジモンさんの話で何か気づいたことがあるの？違うよ、僕が言ってるのはモヤモヤした感じだよ。って、全然違うこと考えてたのかよ。
それでアグモン、モヤモヤって？このあたりなんか気になるっていうか。む、言われてみれば何やら。確かにちょっとあれね。何何、どういうこと？この感じ何かしら。こうとは言えない感じだけど。気になるっちゃ気になるな。ラブラモンたちが口を揃えて言うなんて、何があるのかしら。それがはっきりわからないんだ。調べてみた方がいいのかな。タクマ、悪いが今は早くミユのところに戻りて。そうか、そうだな。ごめんカイト、まずはミュウのところへ戻ろう。出口まではもうすぐじゃて、しっかりついてくるんじゃぞ。繋がってたのか。やったー、明るい。なんだか久しぶりに太陽を見た気分だわ。地下に落ちてから思ったよりも長い時間が経ってたせいかもしれないわね。お姉ちゃん、眩しくない？眩しい。ほほー、わしもちーとばかし眩しいわい。で、これからどうすんの？ミユのところに戻って必ず連れ戻す。それしかないだろうな。あの様子じゃ無理じゃないかな。私たちの話なんて聞きたくないって顔だったものね。確かにミユのやつは一度こうと決めたら頑固だし、聞く耳を持たないからな。けど他に方法なんてないんじゃねえのか。何か話し合いのきっかけでもあればいいんだけど。シャコモンを説得できないのかな。それはシャコモンを味方につけるってこと？それこそ無理なんじゃないのか。でもシャコモンはミユが落とし穴のスイッチを押すときに止めようとしてたよ。やってみる価値はあるかもしれねえな。それじゃあお前さんたちの幸運を祈っておるでの。わしはそろそろ城に戻ろうかの。おい、ジジモ。なんじゃ？出口まで案内してくれて、あとはミユの世話焼いてくれてありがとな。なに、お安い御用じゃて。よし、それじゃあみんなもう一度ミュウのところへ戻ろう。ちょっと待って、タクマくん。おい、どうしたの？なんだよ、そんな驚いた顔して遠くを見つめて。っていうか、あれ、あいつら。怖い怖い。
子たち？ん？あれは確かパルモンとパタモンじゃの。俺たちを追ってきたのか。いや、それにしては様子がおかしくないか。なんかすっごい慌ててるみたいだけど。逃げろー！悪いやつらが襲ってきた。おい、どういうことだ。え、あ、お前らか。今はお前らなんて構ってる場合じゃない。もっともっとヤバくて悪い連中が来たんだから。なんだと。一体誰が来たって言うんだ。人間の子供をさらう悪い連中よ。どうやら女王様が目をつけられたみたい。いつの間にか敷地の周りをぐるっと囲まれてあっちこっちから入ってきてて、玉座の方で迎え撃ったけど女王様の家来もみんなやられちゃった。それってまさかアルケニモンたちの仕業かもしれんな。マジかよ。こんな時に。ああ、そんな、またあれと戦わなきゃいけないのか。あいつらがミウを狙って襲ってきたんだな。ミユが危険だ。俺はこのまま助けに行くぞ。ちょっと待って、あの子たちを放っておくの？連中の狙いはミユなんだぞ。そうじゃの。人間の子供が目的ならパルモンたちに大きな被害はなかろうて。お前さんたちはすぐにおてんば姫のもとへ急いだ方がいいかもしれん。だが、せめて何か作戦を立てるべきでは。敵の数や居場所を把握してからでも。なあ、もうミウの家来はやられちゃったんだろ。最悪ミウがすでに捕まってる可能性もあるし、それより先に俺たちの安全確保が必要なんじゃ。悠長にしてる暇なんかねえよ。ミウの命がかかってんだぞ。みんな時間がないわ。早く動かないと。タクマの意見は？こういう時タクマが一番冷静な意見を言ってくれるでしょ。どう思う？僕は黙ってないで、なんとか言ってくれ。ミュウを安全に助け出すためにも、まずは敵の情報を探るのはどうだろう。それ今やる必要あるかな。同感だ。敵が攻めてくる前ならともかく、今からじゃ遅すぎる。しかし闇雲に向かっても危ないだけじゃ。その最も危ない状況に置かれておるのがおてんば姫なんじゃないかの。それはそうだよな。こんなの一人で怖いはずなのに。俺たちが助けに行かないでどうすんだって話だよな。ミノル、タクマ、俺やっぱり助けに行きたい。いや、助けに行かなきゃダメだと思う。ミノル、分かった。まずは最優先でミュウのところへ急ごう。みんなありがとな。ジジモン、いろいろありがとう。とにかく
僕たちはミュウのところへ急いで戻るよ。これこれ、この子らはどうするんじゃ。心配いらないよ。僕とお姉ちゃんもちゃんとついていくから。カラ、何やら心配じゃの。わしもついていくぞ。それじゃ大急ぎで玉座まで戻ろう。みんなすまねえな、もう少し力を貸してくれ。おいミュウ、大丈夫か。いるなら返事をしろ。ミュウちゃん、どこにもいないわね。また何か来たわ。おい、そこのお前。怖がらんでも大丈夫じゃ、ピヨモン。わしもいるんじゃからの。びっくりしたよ。ミュウは、お前たちの女王様はどこに行った。女王様は、城内のどこかにお隠れです。それって、逃げたってこと。なるほど、あいつらしい。逃げ足だけはさすがだな。よかった、無事ならいいけど。とっさの判断にしちゃ上出来じゃねえか。とはいえ安心なぞできんぞ。そうよね、いつまでも無事とは限らないしな。早いとこ保護しないと。まあ小学生の女の子の足だし、まだこの近くにはいると思うよ。じゃあまた遊園地の中探すのか。あ、敵がいて大変かもしれないけど、なんとか手分けしてミュウを見つけ出さないと。この状況ではやむを得ないか。任せて、もうすっかり敷地の中は覚えたわ。敵よりも先にミュウを見つけましょう。僕も必ず役に立ってみせるよ。ハル、ミユキ、二人にもまた手伝ってもらうことになるけど、いいかな。うん、いいよ。いいよ。危ない時は僕とタクマが守るからね。ハグモン、ありがとう。それじゃあみんな、行こう。